こんにちは、りぎちゃんのママです。今日はお菓子を紹介します。あ、そうだ、つむつむさんに取ってきてもらいましょう。プーさん、お願いします。はい、行ってきます。よいしょ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 、あ、ひっくり返った。よしよしよし、はい、これです。よいしょ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 、こちら森永のチョコボールでした。プーさん、ありがとうございます。あ、倒れた。よし、はい、直しましょう。はい、今日紹介するのはチョコボールみたらし団子味です。こちら、キョロちゃんが串に刺さってます。団子3兄弟みたいになってます。パッケージのやつね。はい、これはですね、こんな感じですよ。みたらし団子の味をイメージしたチョコレートです。で、真ん中はこれ、もちもちだくえって書いてます。もちが入ってるのかな。こんな感じ、もちもちもちみたらし団子。パッケージはかのこ模様になっていて、和風な感じで可愛らしいデザインです。外のこのフィルムも開けました今。で、チョコボールといえば楽しみなのがこれですね。この後ろですね、このエンゼルがいるかも、反対側を見てねですね。これ、はい、見てみましょう。はい、いるかな。はい、じゃーん、はい、ハズレでした。ちなみに、私は昔に1回だけ金のエンゼルを出したことがあります。しかもですね、その金のエンゼルの出した時がちょっとびっくりでして、夏祭りの射的でこうやっておもちゃが、おもちゃでお菓子をね、こうやって並べてする射的があったんですけども、それで当てたチョコボールを当てたら、ここがね、金のエンゼルだったっていうのがありました。その金のエンゼルは、ね、残しといたらよかったんですけど、キョロちゃんの不思議感でしたっけ、あれに交換してしまいましたね。ちょっと今思えばもったいなかったなと思って。ね、金のエンゼルって、ね、本当にいるんですよね。まあ、こんな話はどうでもいいとして。はい、じゃあチョコボール食べてみますね。こんな、はい、色はこんな感じです。大豆のような、こんな、肌色をしています。はい、どうぞ一人一個ずつ。はいはい、はいはい、ピグレットもね。はい、一人一個ずつあげますよ。はい、どうぞ食べてね。はい、私も食べてみましょう。みたらし団子なんか、うん、してるな。甘い、甘い醤油味。で、真ん中はやっぱりもち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 ぐだくえって書いてあるだけあって、なんか真ん中にグミみたいなのが入ってます。結構しっかりした食感です。あ、そっかそっか、ね、ですね、チョコレートは醤油味、ね、ホワイトチョコレートベースの醤油味です。なので結構こう 甘い、甘ったるいです。しつこい甘さって感じです。みたらし団子、確かにみたらし団子の味してます。真ん中がこうグミが入ってもちもちするので、そのグミだっていつまでも口に残る感じかな。では、今日はですね、チョコボールのみたらし団子味を紹介しました。ホワイトチョコベースの醤油味です。ちょっと変わった味のチョコレート食べてみたいと思ったら食べてみてください。とっても甘いです。はい、以上です。